あの、ハロウィンの時にも、皆さんでこう仮装されて、パフォーマンス動画出してたじゃないですか。はいはい、あれもすごいですね、なんか。それこそ慶応君。めっちゃ <laughs>。なんか僕、僕慶応君とご飯した時に、その話を嬉しそうに、はい、あれ見たっていう話で。なんか、これ僕なんだけど、みたいな感じで、すごい話してくれました。僕なんだからあれ誰発信とかあるんですか。あれ、なんでさ、あれなったの。の自分で言った、なんか、番組、ね。はい、多分そうですね。うん、へー 知らなかかったですマジで知らなくて気づいたらもうあれがいましたあれになってましたねあれやりたかったでもあれめっちゃハマってましたよねメイクと髪型とそうですね初めてラポネが時代に追いついたらしくてラポネっていつも時代を半年か1年ぐらい遅れてやるらしいんですけど今回のハロウィンはやっと時代に追いつけてタイムリーでできたっていうことをファンの方がすごく言って。 言ってて素晴しいなと思いましたね。ええ、はい。えーはい、でも皆さん本当コンテンツのこう量もすごいからファンの皆さんも絶対嬉しいですね。そうですね。喜んでくれてたら嬉しいです、ね。うん、はい。はい。